武井さん、こんばんは。武井さんにとって男として魅力的な人はどんな人ですか？だって。うん。まあ、優しくて、優しい人はまず素敵。あと、人の悪口を言わない人、かっこいい。そして、ずーっと成長してる人、うん、かっこいい。そういう人が素敵だなって、これは思います。